長い一日だったな。そういや明日はまた半品貿易講師のバイトか。今日は部屋に帰って寝るか。そうしましょう。疲れた日は早く寝よ。そうしましょうってお前も当たり前のように言うな。言うでしょ、仲間だし。ほらさっさと帰るわよ。まさかあいつ俺に惚れたんじゃねえだろうな。いつもは悪態ついてるが、それは愛情の裏返しってやつで。ありえねえよ、心配すんな。ねえ、今晩私がみんなにお夜食作ってあげよっか。え、お前料理できんのか。できるわよ。じゃあ買い出しに行くから、なんちゃん荷物持ってよね。なんちゃんって仕方ねえな。きっと彼女は仲間ができたことがよっぽど嬉しいんだ。でもなんだ、なんかこれでいいのかなって思う時もあってよ。まあ確かに俺らと一緒に危ねえ橋を渡ってるわけだからな。でも彼女の望んだ道でもあるわけだし、ああやって元気に頑張ってるんだ、応援すべきなんじゃねえのか。ねえ、そうだね。じゃあちょっと行ってくるから。おう。はい、シェイシェイ、次の人。100万元ね。ちょっと待ってて。どうした？金庫のお金が足りません。何？今日は急な仕入れが立て込んだからな。ゴアウィス、シャオトゥーダーシェンジンジェンディラ、シャツ1、フゲ2万。喂，这个当初讲好的不一样吧？批发价会算你这么便宜，就是因为说好当场付现的。没钱的话东西我们可要收回去了。知道了，我去银行抽钱回来。30分钟后，你们再过来。这次可要准备好啊。放心了，相信我。そこで少し待ってろ。はい。あの木箱は確か。なんだこれ、ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか。知らねえよ。おい、钱筹好了没？あ、お金はまだ。不好意思、让你们久等了。偽札？
れは偽札に間違いない。まさかそんなことが。だってどう考えたっておかしいだろう。支払いの追加の金はどっから湧いて出てきたってんだ。銀行で下ろしてきたんじゃねえのか。いや、現場監督は2階に上がったっきり外には出てねえ。でも奴が1階に降りてきた時には手には金の入ったケースを持ってたんだ。2階にでかい金庫があるんじゃないのか。そこに大量に金をしまってるとかよ。だったら最初からその金庫からお金を準備しておけばいいじゃない。うん、そうだけどよ、単純に準備するのが面倒くさかったからとか。でも仮に金庫があったとして、それなら30分もかからず金を持ってこれるはずだ。そうだよな。だからさっきの営業担当の連中が来た時には実際に金はどこにもなかったのさ。でもお金は出てきた、あの建物のどこかから。そこであの木箱の登場だ。覚えてんだろ、箱の中身を盗み見してフカヒレやらアワビを見た時、紙の入った箱があっただろ。ああ、あの紙束の入った箱のことだな。現場監督は支払いをする前、あの箱を2階に持って行ってたんだ。じゃあまさかあの紙が。多分あの紙は偽札の原料に違いねえ。あれを使って急いで偽札を刷ったんだ。じゃあ2階に偽札をする設備があるってことか。ああ、多分な。そんなら、ここで輸入している商品は全部偽札で買ってるってことか。いくらなんでも大胆すぎねえか。いや、ありえるわ。ここでは取り扱う全ての商品を現金で買い取ってるの。これだけ大量の取引があるのに全部現金よ。今時さすがにおかしくない。まあそうだな。かたくなに銀行を通さないのには絶対に何か理由があるはず。その理由のヒントになるのがこの会社の高い利益にありそうよね。俺もそう思う。もうなんだよ、二人だけで納得してんじゃねえよ。現金払いにしたいのは偽札を使いたいからよ。銀行振込じゃその手は使えない。そして偽札で支払ってるからこそ買取額と同じ値段でレストランなんかに食材を売っても利益がしっかり出るのよ。なるほど、つまり仕入れがほとんどタダなわけだからな。おまけに偽札は売り手が中国に持って帰るから日本で足がつくことはねえ。大胆だがよく考えられたしのぎだぜ。社長の真淵はなかなかの切れ者だ。むしろ真淵は花から偽札の洗浄を目的にしてるのかもしれねえ。マネーロンダリングってことか。無所に入ってる時に同じ部屋の奴らが話してるのを聞いたことがある。海外の札は日本のに比べて簡単に偽札が作れるって。ただ普通は海外の偽札を作っても日本円に換える手段がねえだろ。銀行に持ってきゃすぐに偽物だとバレちまう。だけど真淵は現金商売の貿易会社をかませることでそれを簡単にやってのけてんだ。毎日入ってくる食材はロンダリングの隠れ蓑に過ぎねえわけか。とにかくこれで真淵の不正の尻尾がつかめたってことよね。これをネタに脅して真淵を呼び出せればね。待て、ここまでの話は俺たちの推測に過ぎねえ。確実に偽札が作られてる証拠をつかんで真淵に突きつけなきゃ。向こうも出張っちゃ来ねえぞ。だったら2階に忍び込んで偽札が印刷されてる様子を盗み撮りすればいいんじゃない。そんな簡単に行くかな。2階は忍びの要だ。警備も厳しいに決まってるさ。もしもとっ捕まりゃただじゃ済まねえだろう。そんな危険を犯さなくたって偽札をこっそりと1枚持ち帰ればいいんじゃね。サイコは支払い係なんだしよ。無理よ、帰りのボディチェックが半端じゃなく厳しいって言ったでしょ。今から思えばあれは支払い係が偽札を持ち出さないための対策よね。だったら俺が持ち出す。荷下ろしの方は帰りのボディチェックはねえんだ。仕事中にこっそり俺に偽札を渡してくれねえか。わかった、やってみよう。
絶対に見つからないように気をつけろよ。うまくやるわ。よし、じゃあ明日で肉体労働ともおさらばだな。明日は気合い入れてくぜ。じゃ、今晩も美味しいお夜食作ってあげる。スタミナつけなきゃ。なんちゃん、買い出し行くよ。また俺、もうクタクタなんだけど。いいよ、俺が行く。ねえ、一番は昔ヤクザだったんでしょ？え？ああ。やっぱり怖い場面とかいっぱいあったんでしょ？辛くなかったの？そりゃあまあな。でもどこからが怖くてどっからが怖くねえのか、そのハードルって人それぞれだし、時間が経つとまた変わるもんだし。でもわかるよ。私も昔の自分だったら今の状況なんて手も足も出なかったと思う。でも今の自分は違うんだよね。何でもできちゃうっていうか、怖いものが吹っ飛んじゃったっていうか。でも危険だって分かってんならもっと気をつけなきゃ。平気よ平気。さあ早く行こう。うん。しびるんじゃねえぞ。何も出ないよ。ほら、上がってこいよ。よし、見せてやるよ。絶対負けない。よし。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
強そうだな。よいしょ。手加減しねえぜ。俺の番ね。なめんなよ。やろうぜ。やってみろ。ほら来いよ。よそ見すんなよ。俺の番だな。やめないで。そんなにモテねえってもう1個か2個にしてくれよ。甘えたこと言ってんじゃねえぞ。ほらしっかりモテ。そこの女、ここの作業には慣れたか。は、はい。現場監督が褒めてたぞ。今度食事にでも誘ってくれるんじゃねえか。はい、楽しみにしています。
何をやってる。すみません、すぐに片付けます。やばい、どこ行った。お前どうやってこれを持ってきた。ね、いや、さあ金が勝手に歩いてここまで来たっていうのか。ああ、まあいい。おい、この日本人4人は泥棒だ。会社の金を盗む気だ。お前らの給料も盗まれるところだったんだぞ。この4人は許しちゃおけねえ。東シナ海のサメの餌にしてやれ。どうするかね。
かかったぜ。強くなった気がするぜ。また強くなっちまったか。またいい女になっちゃった。くそ、てめえらは何者だ。さっきの金を俺に渡せ。何？一枚だけでいい。よこせ。てめえら強盗じゃねえみてえだな。おい、緊急状況！要緊急状況！なんだ？逃げるぞ。